こんにちは、藤原です。今回は千葉県の香取市の佐原での一泊二日旅をご紹介いたします。皆さん、佐原ってどんな町かご存知ですか？僕も今回初めて訪れたんですけども、ここは古くから水郷の町として栄えていたそうで、市街地の川沿いでは小江戸と呼ばれる歴史的な町並みが残っており、歴史巡りができる町として知られております。今回は佐原での充実すぎるホテルステイの様子や佐原ならではの料理やスポットをたくさん紹介しますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。ではね、早速着きまして、今回は東京駅からバスで佐原まで向かったんですが、佐原では直行便で約2時間ほどで到着するので、バスでもかなり快適に行くことができます。今回は平日に行ったこともあって人がかなり少なかったですね。最近では京都や大阪、東京などの観光名所はいつ行ってもどこも混雑しているので、ヒーリング目的でゆっくり快適に旅行したいという人にはぴったりな観光地かなと思っております。香取市佐原では日本地図を、作成した伊能忠敬が来た地として有名でして、佐原市のあちこちに伊能忠敬の銅像があります。佐原駅前にも立派な銅像があったので、しっかり撮影しております。インスタグラムとか旅行雑誌とかでね、よく見たことあるような景色が広がってるかなと思っているんですけども、この小野川の小江戸の街並みは佐原駅から徒歩で約7分ほどなので、結構近いのでそこも便利ですね。で、小野川について、佐原は江戸時代に水運を利用して江戸勝りと言われるほど栄えていた町だそうで、人々は水運を利用して江戸から文化を取り入れ、さらにそれを独自の文化にしていったそうですね。歴史景観が残されており、昔の町の雰囲気を感じられるようなこの町づくりが設定されているこのエリアは一気に町の雰囲気を変えてくれます。このエリアには飲食店やカフェとか休憩スポットとか歴史的建造物などがずらっと並んでいるエリアなので、ゆっくり散歩するのに最適です。で1店舗目なんですけども、華僑庵というお店になっております。昼11時半から14時半開いておりまして、そばがなくなり次第の終了のお店です。定休日は火曜日と水曜日です。ここ13時過ぎぐらいに到着したんですけども、お店には一組だけいらっしゃって余裕がありました。基本は予約していない人が多そうでしたが、ランチコースは予約必須だそうなので、コースを食べたい人は予約していくとお勧めします。で、お客さんの層としては40代から60代ぐらいのご夫婦での利用が多いかなという印象を受けました。で、内装の特徴としては古民家を再生した和食屋さんになっていて、日本らしさを感じるような雰囲気とモダンなシックさもあり、店内はとても落ち着いているので大人の方に人気がありそうなお店かなと思っております。ここは手打ちそばが楽しめるお店なので、そばが好きな方はもちろん、夜にしっかりめなご飯を食べる方にもかなり軽めにいただけるのでいいんじゃないかなと思っております。料理はだいたい1200円から3600円ぐらいの値段設定でした。だいたい10分ぐらいすると運ばれてきたので、熱々のそばがとても食欲をそそります。今回はホテルでしっかりディナーをいただく予定だったので、割とシンプルなお蕎麦を注文しました。ちょっと外で冷えた体も温まりますし、ヘルシー感満載の食事なので罪悪感もなくスルッといただけちゃいました。コシと風味が抜群のお蕎麦なので、しっかりと食べ応えも感じれます。ここはディナーでは都内のフレンチバルで腕を磨いたシェフによる手打ち蕎麦だったりとか、フレンチをベースにしたコース料理が味わえるそうなので、気になる方は夜も調べてみてもらいたいなと思っております。ここは系列店もあって、で、華僑庵の割とすぐ近くにヌードルラボっていうお店があるそうなので、そこももし気になった方がいたら行ってみてほしいなと思っております。なかなかこういう観光地ってどこも本当混んでおりますし、混みすぎてちょっとカップルでも喧嘩しちゃうんじゃないのみたいな雰囲気も漂ってたりとかするときあると思うんですけども、この佐原市本当にめっちゃいいのに空いてるっていうこのなんでかわからない状況が続いておりますので、皆さんフジワライフ見てる方は今まさに行く場所と思いますので、ぜひ今回この機会に企画立ててもらいたいなと思っております。ではこちらは営業時間10時半から17時までやっておりまして、定休日は火曜日です。ここのアクセスは先ほどの蕎麦屋さんから徒歩7分ほどで着きますね。はい、ここ14時半過ぎぐらいにランチ後のデザート利用として伺ったんですけども、その時は外国人のお客様が一組いるぐらいでしたね。で、ここは内装の特徴としては明治時代の町屋を改装した和モダンなお店となっておりまして、あんみつやみつ豆、うどんやうどん
とミニあんみつのセットとかね、いただけるお店です。明治に建てられた町屋2棟と土蔵と洋館、蔵がね中庭でつながっているというかなり特徴的な作りをしているお店になっていて、小さい中庭を囲むように蔵を改装したギャラリーや町屋を改装したお土産屋さんなどもね併設されております。佐原の歴史や文化をしっかりと感じられるような空間作りになっているので、これはね必見かなと思ってます。丁寧にデザインされたスポットとなっておりまして、道路から少し奥まっていることもあって、静かで落ち着きもありますし、食べ物だけでもなくセレクトショップ的な役割もあるので、ギャラリー、お土産、雑貨とかね、生活に結びいたこと、物を扱っているお店です。ここどういう人におすすめなのかというと、カレーうどんとかうどんの種類も数種類あったりとか、あんみつもねクリームあんみつとか抹茶クリームあんみつとか、いろんなあんみつもね10種類ほどあるので、食事として利用したい人はもちろん、ご飯を食べた後にね甘いものを食べたい人とかにもおすすめです。今回泊まるねホテルにやってきました。今回ホテルは先ほど紹介した街並みから徒歩数分のところにある佐原松下町ホテル日暮里屋に宿泊します。この江戸の雰囲気にフィットしたホテルに宿泊できるということで、他の地域ではなかなか体験できないような歴史的景観を楽しみながらのホテルステイに胸が高鳴りますね。またこちらのね宿泊施設の一番ユニークなポイントは分散型ホテルという形をとっておりまして、分散型ホテルとは町の中に点在する歴史的価値の高い建物を修復し、フロント、客室、レストランなどを個別に配置することで、まるで町全体がホテルであるかのような宿泊施設のモデルのことを言うんですが、地域の資源に宿泊し町を散歩することで地域の歴史や文化に触れ町の暮らしを体験する一日住人の体験ができるということですね。でまずねチェックインするためにフロントのある神楽棟へやってきました。ここは180年前からねある建物を修復再生したものとなっておりまして、もともとはみりんの蔵だったそうですね。で美しく修復された昔ながらの建築様式に加え、中心にアートが飾られていたり温かな色の照明が印象的な、こちらのフロントはですねまさに和モダンな空間です。もともと蔵だったということもあってか、貯蔵場所として使用されていた屋根裏部屋に続くね階段が再利用されていたりとか、その屋根裏があるからこそ天井が高いとかね作りになっていて、こうした建物についての小話もスタッフの方がね詳しく教えてくれるので、この町や施設についてね理解が深まるのも嬉しいポイントかなと思っております。奥にはねカウンターバーとレストランがあります。バーは建物にね調和したレトロでクラシックな雰囲気がありながらもフロントに併設されていることもあって、お食事や休憩がてら一杯いただくのにちょうどいいようなオープンな雰囲気です。結婚式会場にも使われているというねこのレストランはホールのような広さとフロント同様の天井の高さが特徴的です。この日は直近でもパーティーがあるということで、通常時と少し配置が違うそうなんですけども、テーブル間隔はねとても広々としておりゆったりとしておりました。このタイミングはね15時頃のチェックインの時の映像で、日中の光がたくさん入っている明るい雰囲気なんですけども、この後こちらの会場でディナーをいただくので、その際にねまた違った雰囲気をお届けできるかなと思います。こちらのフロント棟ではより佐原の街歩きが楽しくなるような街歩きマップをいただき、説明していただいたり、宿泊するお部屋の特徴をいろいろ教えていただき、その後お部屋へ向かうという感じですね。でホテル自体は年齢問わず様々な世代の方が利用されているというねお話を伺ったんですけども、ホテルのお部屋もサイズが様々あったりとか、ペット可のお部屋が用意されているということもあって、確かに女子旅やカップルでの旅行とか家族連れなどね、どんなシーンでも利用できるホテルかなと思いました。今回はフロントから徒歩数分の場所にある静学というお部屋の一室に宿泊いたしました。ここは3名上限のお部屋です。こちらのお部屋に行く際も少し小道に入っていくんですけども、小江戸の街並みのような建物が並んでいるエリアにホテルが位置していて、観光だけではなかなか歩かないような小道を移動しながら、早速分散型ホテルならではの良さを感じております。今回宿泊した静学302号室は、江戸から穀物商を営んでいた名家の清宮利右衛門の、米や味噌を保管していた蔵を修復したお部屋だそうです。ホテルの施設全体を通してですが、なるべく当時の作りを残しつつ現代の人が使いやすい内装にしていて、こちらのお部屋も建物当時の蔵の扉をそのまま保存しているということで、扉には南京錠が使用されておりました。とてもこれ特徴的ですよね。でお部屋に入ってびっくりしたんですけども、とにかく横にも縦にも広々としております。なんと天井は5メートルもあるそうですね。
ね、高いですね。で、柱や壁にはね、ふんだんに木を使用されておりまして、和風の雰囲気を存分に感じつつも、まあ、広々としたソファースペースやベッドスペース、小上がりの畳のスペースなど、随所に歴史を感じるね、伝統を感じられる、まあ、自然に快適にくつろぐことのできる作りになっておりました。で、外観からは感じられないようなモダンさや、便利さ、利便さもありつつも、元々の、建物の雰囲気が壊されていない最高の空間です。ただ昔の建物ってね、作り上こう寒いこともあるんですが、ここはね、お部屋もポカポカしていて、過ごしやすく、追加で2台の灯油ストーブや暖房もあったので、快適に過ごすことができました。お部屋全体が長方形になっていて、ソファーのあるリビングスペースの方は、大人が数人座っても余裕があるほどの大きなソファーにテーブルがあったり、長テーブルに椅子というね、セットもあったので、作業をする人にとっても使いやすいかなと思っております。で、反対側、寝室と小上がりの客室スペースになっていて、こちらもかなり広々としておりますね。で、ベッドが2台あって、背の低いベッドになっているので、雰囲気にマッチしております。小上がりになっている客室の方は、押し入れに畳、丸い和風の照明がある和のエッセンスがふんだんに詰まった場所になっていて、とてもくつろげました。佐原のね、街並みを歩く中で、このホテルの施設をいくつか見つけたので、景色と一緒に少し紹介したいかなと思います。フロントや今回宿泊する棟以外だと、小野川沿いに位置している施設もありまして、小野川沿いにひっそりと佇む一棟貸し切りの昭和初期に建てられたね、料亭を修復した建物だったりとか、120年前に建てられた庄屋の間取りを楽しめる宿など、種類は本当に様々ですね。元々の建物を工夫して作られた建物ということで、それぞれ異なった特徴があるホテルはね、何度も行きたくなる魅力の一つだなと思っております。新しい建物の革新性や話題性ももちろん、ね、素敵ですし、僕も大好きなんですけども、こうしたね、歴史的な建物に新しい役割ができ、観光地としても賑わうというのはとてもサスティナブルな取り組みだなとも思いました。とても素敵ですし、唯一無二な体験ができる場所となっておりますので、僕はすごく、おすすめですし、大好きな場所です。はい、そんなね、分散型ホテルの中の一つ施設であるカフェにも行ってきたので紹介します。 VMG カフェというカフェで、小野川沿いの中でも賑わっている歴史的地区に位置しております。こちらのカフェは1855年に建てられた県指定文化財の建物を利用されており、外観からも重厚感を感じる建物です。160年以上も前の建物をね、身近にアクセスできる経験ってね、なかなかないですよね。もう本当圧巻な雰囲気です。中には当時実際に使われていた金庫や箱階段などが見ることができます。1階はゆったりとしたソファー席やグループでも楽しめるようなテーブル席がメインになっており、この日はね、天気が良かったこともあって、大きな窓からはたくさんの光が入っていて、とても明るい雰囲気でした。ソファーなどはね、現代の形になっているんですけども、建物の雰囲気や所々の木が使われた内装から、歴史的な雰囲気はすごい感じるんじゃないかなと思っております。14時ぐらいに行ったんですけども、ちょうどカフェタイムということもあって、入った時はね、1階は満席だったので2階に案内いただきました。昔ならではの少し急な階段を登っていくんですけども、上の階も本当に素敵ですね。で、靴を脱いで上がる畳のお部屋になっていて、ゆったりとした感覚で、テーブルが並んでおり、窓からは小野川、川沿いの街並みのね、景色を楽しめるロケーションです。川沿いの景色はたくさん楽しんでいたんですけども、こうして少し高い場所から眺めるという経験はね、まだなかったので、とても贅沢で貴重でした。営業時間は月、水、金、11時から16時、土日祝日が11時から16時半となっておりまして、火曜日は定休日なのでご注意ください。ところどころね、歴史を感じるインテリアが置いてある雰囲気のほか、少しきしむようなね、階段の音からも、この建物の歴史を感じることができます。メニューはお店の外にも看板も出ていた生搾りモンブランと紅茶をチョイスしました。このモンブランはね、地元千葉県の香取市のね、紅はるかを使用しており、搾りたての出来たてをいただくことができる看板のメニューです。極細の、ね、紅はるかの、あんはね、優しい甘さで、モンブランの下にあるパイ生地と相性が抜群です。1階の席だと専用の搾り機械から搾られている様子が実際にね、見れるそうなので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。一緒にね、頼んだね、紅茶も、アメリカのサンフランシスコ生まれの、マイティーリーフというメーカーのもので、茶葉が入った入れ物を実際に
見せていただき、香りを見ながら紅茶をチョイスすることができる、ね、仕組みでした。ポットもね、比較的容量が多く、何杯かに分けてね、ゆっくり楽しむことができたので、休憩にもぴったりな時間かなと思っております。文化財で川沿いの景色を楽しめる席でゆったりくつろげるというね、ロマンが詰め込まれたおすすめのカフェとなっております。ではね、ホテルに戻りまして、ディナーをいただきます。本日のディナーは、フロントがある神楽島のレストラン、ルアンでいただきます。ディナーやモーニングがこちらのレストランでいただけるんですが、まあ、チェックイン時でね、食事の時間を決められます。レストラン内は結婚式で使用されるような上品なテーブルセットと、木が張り巡らされた昔ならではの建物の作り方がマッチしている和モダンな雰囲気です。こちらのレストランでは、生産者の方から季節や旬の食材を仕入れ、サワラの食材や名産物を一番美しく仕上げる地産地消を大切にされているそうで、その食材とサワラの文化のマリアージュを楽しめる食事をいただくことができます。今回ドリンクは、サワラゆかりの人物、伊能忠敬が好んだというお茶をね、再現したジンで作られたジントニックを頼みまして、アルコールだけではなくノンアルもたくさんありました。コースはアミューズ、前菜、スープ、お魚のメインディッシュ、お肉のメインディッシュ、締めのお料理、デザートというね、盛りだくさんのラインナップです。お料理ね、全部説明したいんですけども、時間も限られているので、まあ、お魚のメインの料理を説明しますね。これはね、マダイを使用しておりまして、秋ナスなどのね、秋の味覚と一緒にいただくことができました。千葉県はね、今までも旅行行ってきたんですけども、どこに行っても豊富なお魚がいただけて本当嬉しいですね。日々ね、僕はお魚料理をね、家で作ることはないので、すごくね、こういう時にお魚食べるのね、本当好きなんですよね。で、お待ちかねのお肉のメイン料理は千葉県産のかずさ和牛のローストをいただきました。地元の野菜ともろみ味噌も一緒にいただくことができ、まさに地産地消を感じられる印象的な一品でした。でね、もうこんなに盛りだくさんに食べることができるのね、やっぱ嬉しいですし、もうね、満足度すごいですね。最後、締めのお料理として出てきたのが、うなぎのだし茶漬けです。なんとね、サワラはうなぎも名産ということで、こちらの一品をいただきました。これたまんですね。はい。最後は、香取市産の栗かぼちゃを使用したスイーツをいただくことができ、こちらも優しい甘さで、とても美味しかったです。オプションでさつまいものモンブランに変更できるようでしたので、そちらもね、要チェックかなと思います。その土地のね、ものをいただくというのは、やっぱり旅行には欠かせない体験だなと思いますし、まあ、ディナーの中でいくつもの特産物をいただくことができ、大満足のコースでした。こちらはね、ホテルのモーニングなんですけども、モーニングもディナー会場と同じルアンでいただきました。朝は昨日のディナーの雰囲気と打って変わって、朝の光がたくさん入る明るい雰囲気になっております。朝は体に染み渡る優しい和食をいただくことができます。最初に小鉢とサラダのプレートからスタートしました。実はディナーでもいただいていた醤油のジュレといただくね、自家製おぼろ豆腐はおろし生姜と一緒にいただいたんですけども、何回でもいけちゃうというほどね、もうさっぱり食べられて美味しかったです。他にも大根、きゅうり等のね、洋風野菜のお漬物をね、味噌やヨーグルトと一緒にいただくというディナーとね、引き続き発酵のテーマ性が感じられる朝に嬉しい一品ですね。でその後、お味噌汁、ご飯、焼き魚に卵焼き、おひたしという、これぞ和朝食というようなね、ラインナップで朝が大満足の食事時間でした。ここはね、カフェなんですけども、営業時間11時から18時で閉店となっております。定休日は水曜日です。佐原駅からね、徒歩8分ほどの場所にありまして、小野川沿いの小江戸の街並みにね、あるカフェとご当地お土産ショップが併設されたお店です。こちらはね、2023年4月にオープンしたお店になっていて、明るい親近感のあるお店となっております。ちょっとね、バスの時間まで、少し時間があったので、まあ、せっかくなので、小野川沿いにね、新しくできたカフェに寄ってみました。ちょうど行ったタイミングがね、地元の中学生の子たちがいたんですけども、社会見学のようなね、学校の課題か何かで佐原の町を調査している子たちがいて、まあ、身近にこういう歴史的景観が残る場所があるというのね、羨ましくなりましたし、まあ、歴史を維持するこの佐原の地域づくりも素敵だなと思いました。内装は地域のカジュアルなカフェのような印象で、まあ、サクッと帰りに寄れるような親近感のある内装です。まあ、奥にはお土産や佐原の
ご当地商品があったので、まあ、お芋系のお土産、購入したい人はここに寄るといいかもしれません。でここでねピーナッツトーストとカフェラテをいただきました。最後にお札チップのサービスもいただいて、ご当地の食べ物などをねしっかりと堪能できた1泊2日旅行でしたね。 VMG カフェもにもねあったね、こうお茶系のアールグレイやハーブティーなどもここで飲めるようです。今回は東京からもアクセスのいい佐原1泊2日の旅を紹介させていただきました。日本の歴史、昔ながらの景観を楽しみたいという方にねぴったりのエリアかなと思いますし、まだ穴場の場所かなと思っておりますので、ぜひ次の旅行の候補に入れていただければいいなと思っております。皆さん最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開の会員制カフェバーをオープンいたしました。会員制なんて敷居が高くて自分には関係ないと思う方も多いかなと思いますが、全く新しいタイプの会員制カフェバーとしてオープンしております。日中はカフェ、夜はバーとしての2つの表情を持ちます。カフェタイムはバリスタが入れる希少なスペシャリティコーヒーを楽しみながら、リモートワークも可能です。 Wi-Fi と電源完備ということもあり使い勝手が魅力です。バータイムではオリジナルカクテルを楽しみながら、思い思いの時間を心ゆくまでお過ごしいただけます。スタッフに声をかけていただければモクテルの提供も可能なので、お酒が苦手な方でも安心して気軽に過ごすことができます。最後に僕の思いを語らせてください。僕は YouTube の発信を通してお客様との関わりが一度きりで終わりのお店が溢れていると感じています。そんな寂しい短期的な消費ではなく、お客様と長い関係を築くためには会員制という形がお客様と長く深い関係を築けると考え、ユニンはお客様と一生関わっていくサードプレスを目指しています。現在会員募集は常に募集しているわけではなく、不定期で募集をしております。会員になりたいとお考えの方はユニン公式 LINE からご案内させていただきますので、 LINE にてご登録いただきお待ちください。またこの YouTube で再募集始まりましたなどのご案内はいたしませんので、公式 LINE にご登録いただかないと再募集のタイミングがわからなくなっております。ぜひ LINE 登録は無料ですのでご登録お待ちしております。普段あまり言わないので知らない方も多いかなと思いますが、実は会員制のクローズドメディアをやっています。なんだよそれって思いますよね。軽く説明します。サービス内容はメイン4つです。 1. YouTube で紹介していない場所を会員さん限定で紹介。これは単純に僕が普段行きまくっているお店は YouTube では非公開にしているんですが、このクローズドメディアでは何も躊躇なく紹介しております。 2. 藤原にデートなどの質問を月に1回 OK です。僕からの情報発信だけではなく、今あなたが知りたいあなたのためだけの情報を届けます。3. 東京中心に全国3500箇所掲載されている Google マップの共有です。僕の夢は皆さんがどこに行こうと観光、デート、会食、お友達や一人での時間を楽しめるようにすることです。そんな際にこのマップ超便利です。 4.オフラインイベントの参加権利。約2ヶ月に1回開催しているイベントがあります。ここから皆さん友達が増えたりとか、カフェ一緒に行く友達が増えたり、飲み友達が増えたりしています。特に地方出身の方は東京でお友達作る機会なかなかないですよね。そんな皆様のきっかけ作りお手伝いさせてください。はい、そんな感じのサービス内容になっております。クローズドメディアは常に募集しているサービスではありません。ただここまで見ていただいている方には、次回募集時一番早くお伝えしたいという思いがあります。公式 LINE からお知らせをさせていただいておりますので、 LINE のご登録無料ですので、概要欄からぜひご登録お願いいたします。